はい、こんにちは。今日は化学結合論について説明をします。もともとは18世紀の人でベルツェリウスっていう人が電気化学二元論っていうのを考えました。電気化学二元論っていうのは、例えば Na と Cl は Na がナトリウムがプラスで陽性、 Cl がマイナス陰性の性質を持っているので電気的に引き合って、で化学結合が出来上がるのだという考え方です。でそれぞれの組み合わせについて、そのような陽性陰性の性質によって引き合うことで化学結合ができると考えられていました。ただしこの当時、炭化水素化合物などについてはまだ理解されていなかったっていうことがあります。でその後、蛇が尻尾を噛んでいる夢を見たっていうことで有名なベンゼン環の構造式を考えていたケクレっていう人がおりますが、ケクレはもともと有機化合物 CHNOS でできた化合物の化学構造っていうのを整理しモデル化しようとした人で、現在多くの元素記号はドルトンが記号を考えたっていうような話になってますが、現在使われている元素記号などはケクレが整理したものが多いです。で二重結合やケクレ構造によって有機化合物の化学反応が説明できることを提唱しました。でその後、ギルバート・ルイスっていう人はオクテット則、八宮子則っていうのを提唱します。ルイス式っていうと炭素の周りに点々を上下左右に書くような式を教えられますけども、実際にルイスが論文で紹介しているのは、ここに示すような元素の周りには正四面体を構成するような光子があって、で頂点の部分に電子が満たされている状態が安定であるっていうモデルを考えたわけです。で今その考え方の本質は今もなお有効であるのでルイス式として活用されておりますが、じゃあそういう形式が可能であるっていう理由というか、なぜそうなるかっていうことについてはまだ分かりませんでした。それはケクレの場合もルイスの場合も同じです。で今回お話しするのがウォルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンですね。原子化結合法っていうのを開発というか量子化学の創生を行った人です。でその後、ライナス・ポーリング、それからジョン・スレイターらが量子力学を化学で利用することで量子化学を開発してきましたが、その根本的な大元はハイトラーとロンドンにスタートします。これまでに水素原子型の原子核とその周辺に原子核と相互作用する電子の構造がどのようなものであるかっていうのはシュレディンガー方程式を解くことで厳密解が得られましたけども、じゃあ電子が2つある場合はどうなるの、ヘリウムだったらどうなるのっていうと、もうそれは今まで何度も言ってますけども三体問題ですね。3つの点の相互作用があるときには厳密な答えは導くことができないっていう問題があります。そこで実際にどのように計算をするかっていうと、今コンピューターを使って繰り返してどんどんこう最もらしい答えを出すっていう方法で計算をするわけです。例えば図に示したのはラグランジュポイントといって、真ん中に太陽、それから地球があって、その周りを月が周回していますが、そこで人工天体、人工惑星とかを静止させよう、地球の周りを周回して静止衛星を上げるっていうのは地球と衛星の2体の関係であるっていうふうに近似することで、ある程度正確な値が出てきますけれども、月の軌道も考慮しないといけないような大きな距離になってくると、この問題は解けなくなってきます。そこである条件を加えることで、この点にある場合は地球から見て相対的に静止した位置を維持できるだろう。例えばそこに人工天体というかスペースコロニーですね、何か小惑星を持ってきたりとか、
金属で宇宙船みたいなものをつなぎ合わせて宇宙ステーションみたいなものを作ってそこに上げようとするとこれらのラグランジュポイント L1、L2、L3、L4、L5 とそこに書いてますけどもこれらの点では安定して静止できるだろうというように答えが出てきますがこれ以外の点でどのような挙動を取るかっていうのは必ずしも厳密な答えは得られません。でこのために原子核の周りに2つ以上の電子が存在するとか2つの原子核の間で電子がどのような振る舞いをするかっていうことについては厳密な計算ができません。そういうわけでシュレディンガー方程式の水素原子に対する厳密な解を見ていくときに数学的な解き方っていうのは応用性がないので詳細は説明しませんというふうに言ったわけです。実際私も工学部の学生から教科書をもらってきてでずっと1年ぐらい勉強してみたんですけども読み進めていくうちにこれは水素原子の場合だけですっていう水素原子型の場合だけですっていう話を聞いてこのとんでもない労力は何だったんだろうかと非常に思ったことがありましてその時に先輩が量子論量子力学の教科書をいくら勉強してても科学にはつながっていかないよ選んでる教科書が違うんじゃないのっていうふうに言われて量子科学に興味を移していきました。で実際にじゃあ先のラグランジュポイントみたいに電子が何個もある場合にどういう挙動を取るかっていうことですが数学的にはこの偏分原理っていうので計算を行います。まずその前に期待値ですね。ここの確率統計で一応勉強するんですけども学生さんから質問をそれ何ですかっていうようなことを聞かれるので一応説明しますと例えば何度もサイコロを投げてるとどれぐらいの目が出るかっていうことが期待できるかっていうことはその目がまあ6分の1の確率で出てきますので1が出る確率が6分の1、2が出る確率が6分の1っていうふうにそれぞれの出目の確率をかけたものを足し算合計しますと最終的に6分の1かける1、6分の1かける2を全部足していきますと 3.5 サイコロを振ったらまあだいたい 3.5 ぐらい 3.5 っていう目が出るわけじゃなくて長い間やってたら結局 3.5 ぐらいじゃないのっていうふうな見積もりが出てくるっていう話です。期待値っていうのはまあそういうふうに全部が確率について鳴らされた平均的に出る値平均的に得られる値っていうのを言っています。波動関数シュレディンガー方程式から解かれた波動関数に関してはファイスターファイっていうのが電子の存在確率を表しますからファイスターファイを3次元空間で30積分しますとその確率は電子1個につき1になるはずです。でそうするとこのようにハミルトニアンを波動関数に掛け算してやればエネルギーが出てきますのでその全部を合計してやると分母が1になるはずですからエネルギーの期待値を得ることができるようになります。これを利用すると3体問題でそれぞれ1対1の組み合わせでどれだけのエネルギーが計算されるかっていうことを何度も何度も補正しながらだから A と B と C の計算をするときに A と C がこの位置にいるからそれから B はこれっていうふうに計算を繰り返していきます。 B を計算する。で次はA と B を固定して C を計算するっていうふうなことを繰り返していきましてどれぐらいの空間中で全部の組み合わせで計算をするとエネルギーが出てくるわけですけれどもこれを補正するたびにエネルギーが下がっていけば最終的に期待値が最も小さくなるところが全エネルギーの期待値ということになります。これを応用することで厳密解ではないですけども数値的に解いていった解として結果が得られると。複雑な系のシュレディンガー方程式はこのようにして解くことができる。ただ実際にこの計算をしてやると全ての可能性を計算しないといけないので非常に時間がかかりまして最初に僕らが大型計算機っていうのを使ってましたがその当時の大型計算機っていうのはまあ今のスマートフォンよりも精度が低いぐらいで
1回何万円っていうような計算のコストをかけて、で計算をするんですけども、得られる答えっていうのはようやく小さな分子について、もう医薬品の大きさになってくると、例えばアスピリンっていうと今見るとものすごく小さな分子ですけども、これの高度な計算精度を上げて厳密に計算しようと思ったら、岡崎分子科学研究所っていうところに行って計算をしてみたんですけども、日本最高のコンピューターを使っても計算できませんっていうような時代でした。その当時は例えばヘム鉄の計算をしましたっていうのが世界最先端の、やっぱり日本は量子科学はすごいっていうように言われるような計算結果を出しておりました。まあ、あれからものすごくコンピューターっていうのは進歩しまして、今だったらノートパソコンで新幹線に乗ってる間に答えが出せますねっていうような冗談を大御所の先生たちがやってましたけども、今では後期の演習でモレキュラーインフォーマティクスっていうのをやりますが、そこで非常に高度な計算も可能になってきました。でハイトラーとロンドンっていう人は、ボーアがデンマークから世界中に声をかけて、それで、まあ、みんなで世界中でこの量子条件を解きましょう。ボーアっていう人はものすごくこう、まあデンマークっていうとこう、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーっていうとこう、バイキングの国で体が大きくてものすごくこう体格のいい人たちですね。で、ボーアっていうのはお父さんがヘモグロビン、研究をしてた研究者の息子で、で、スポーツマンでカリスマ性の高い人だったそうで、その人がここまで解けたからあとは何か今の物理学では解けない問題があるんだっていうことを声をかけたっていう存在感の大きな人だったので、コペンハーゲン学派といって、そこにいろんな人が世界中から優秀な人材が集まってくるようになりました。で、有名な話はアインシュタインが、量子論っていうのは、不確定性です、分かりませんって言ってるのは、理論が不十分だからそういうことを言うんじゃないかっていうような、論争をボーアに持ちかけますが、ボーアはそれに対して、アインシュタインの相対性理論を使って、今、カメラが、カメラでもし、撮影ができたとして、その時に揺らぎが生じて、重力に変化が起こった場合には、結局正しい結果が出せなくなるじゃないかみたいな話をしたそうです。で、まあ論争はそれで手詰まりになったんですけども、アインシュタインはそれでも神様はサイコロを振らないんだっていうことを言ったのに対して、この言葉の方が有名になってますが、それに対するボーアの回答は、人間が神様のすることに口出しをするべきじゃないっていうようなことを言ったっていう話ですけども、この授業ではだからボーアっていうのは計算してみただけ、問題点を発見しただけ、何も解決しなかったみたいな言い方をして、ドブロイ様様で、ドブロイが、物質破壊説っていうのを出して、で定常波によって、ボーアの量子条件を解けるっていうことを提唱したこと、これは天才のひらめきだっていうのに対して、ボーアっていうのは何をしたかっていうと、だからそういう政治的な手腕っていうのがものすごかったんだと思います。でそこに、世界中からいろんな人が集まってて、で1926年にシュレディンガーがついに波動方程式を
完成させますが、その翌年にそこに集まってたハイトラー、1927年ハイトラー23歳、フリッツ・ロンドン27歳ですね、若い彼らが、コペンハーゲン学派の連中に会うことができまして、早速それを物理学の問題だけでなくて化学に使えないかっていうことで化学結合の解明に挑戦します。でその時、先輩にあたるポープルとかはものすごくこう、ポープルじゃない先輩にあたるポーリングは、彼らをサポートしまして、それでうまく理論が開発されたそうです。で彼らのやったことっていうのは、原子核 A と電子、電子1、原子核 B と電子2っていう、ボーアのモデルそのまま、水素原子モデルそのままが近づいてきた時に何が起こるかっていうことを考えました。で、波動関数波の重ね合わせが起こりますよ。これはですね、定常波の時に、説明しましたが、波っていうのは重ね合わせが起こるし、位相が合わなければ打ち消し合って、で波はお互いに、消えてしまうんだということでした。このような、単純化された式を、解くことで、その重ね合わされた波と、打ち消し合わされる波っていうものにどういう意味があるかということを考えます。で波の重ね合わせが起きるとき、これがプラスの電荷を持って反発し合っている原子核が同じ電子を共有することで電荷の反発を打ち消し合い、結合、化学結合ができるんだ。まあ要するに共有結合という概念も発明したわけです。で実際に、電子が、原子核がこう近づいてきた時の、電子の軌道を、今のコンピュータープログラムで計算してみました。まず同位相の場合、重ね合わせが起こる場合、これはこのように、まあ、今のプログラムですから化学結合を勝手に作っちゃいますけども、どんどん接近していきますと、電子の共有が、2つの原子核が2つの電子を共有する現象が起こります。これに対して、位相が反対になっている場合ですね、位相が反対になっている場合は、近づいていくと電子同士はお互いに打ち消し合っちゃいますので、遠いところしか存在できなくなって、まるでこう剥がれていくような現象が起こってしまいます。で、この2つの、状態が、同時に存在して、それでそれぞれのエネルギーを計算しますと、同位相の時の結合と軌道と、それから反対位相の電子の、共有できなかった時のエネルギーを計算して、それがボルツマン分布に従うとすると、同位相の方がはるかにエネルギーが低いので、そちらが優先されて共有結合が起こるということを導き出します。でこのようにして、ハイトラーとロンドンは、ベルゼリウスの電気化学二元論の時から、問題になっていた、電気陰性度があまり変わらない、電気陰性度っていうと違う、陽性と陰性でない元素同士が化学結合を作ることっていうのは説明ができませんでしたけれども、ハイトラーとロンドンが量子力学を利用することによって初めて
共有結合の概念が提案されます。共有結合、コバレントボンドっていう言葉自体は、ラングミュアが1919年に、名前を付けましたから、その当時は、コバレントっていうような言い方をしたわけではありません。そういうわけで18世紀から続いてきた、世紀の問題をハイトラーとロンドンは20代の時に、ハイトラーに至っては23歳の時に解決する、大解決を遂げます。そういう意味で皆さんも若いうちに最先端の科学っていうものに触れる機会が、なるべく触れる機会をなるべく作るようにしてほしいと思います。